どうも、あえちゃんです。皆さん、新キャラが来ましたね。2名来ましたよね。まず1人目ですが、ドン・チンジャオと、白馬ですね。キャベンディッシュですね。まあ、今回こちらの評価ですね。まあ、見た感じの評価をやっていこうかなと思いますので、皆さんぜひ参考にしてもらえればなと思います。では、まず PV から見ていきましょう。俺が全てを知ってやる。ミハッド血の海を見せてやる。邪魔をするな。切り裂いてやる。ピアホ、まだまだ修行が足りんわ。レジンスカム血の切り込み。タコタック発狂拳魔皆さん動画見ましたでしょうか？まずですね、まあ、キャベンディッシュからですね、見ていきたいなと思います。まあ、通常攻撃ね、想像以上何倍にも、早く出が早いので、これは評価としては9点としていいのかなと思いますね。で、スキルを見た感じもこれ結構出が早いので、もうスキルね、もしかしたらめちゃめちゃ強いかもしれませんね。まあ、スキルちょっと期待したいなっていうところではございますと。青スタイルのゲッターとなっているみたいで、敵に向かって移動攻撃できるが、敵にも自身にも気絶状態を付与するぞってことで、一定体力以上で気絶状態を無効化する特性を活かして攻撃しようと書いてありますね。まあ、ゲッターとなりますので、結構期待しててもいいんじゃないのかなと思います。続いて、チンジャオについて話していこうかなと思います。まあ、見た感じなんですが、通常攻撃そこまで優秀には見えないんですが、まあ、スキル1のね、角あるんじゃないですか。まあ、これ角、まあ、では早く感じるかもしれませんが、スキル2のこれ強さがちょっといまいちわからないですね。まあ、評価はね、見た感じだと、まあ、8.5。まあ、合計総合評価も 8.5 ですね。ちょ、青スタイルのディフェンダーとなっているみたいで、面白いのが、敵から攻撃されるたび、自身の最大体力を応じて敵にダメージを与えつつ自分は回復できるぞ。また一定時間に連続攻撃を受けるために防御シールドを獲得できるぞとなっていますので、ここがねどんな感じで来るのかちょっと期待したいなという感じですね。はい、ということでまとめとなりますが、個人的な大当たりってのはキャベンディッシュではないのかなと思っております。まあ、キャベンディッシュはゲッターになっているので、今環境赤属性になっていますので、ぶっ壊れの可能性が高いかなと思います。またなー。